今回の動画では筆グルメでカレンダーを作成する方法を解説をします。で、まあ、前回の動画でですね、名刺ですね、筆グルメで名刺を作成する方法をね、解説しましたけども、まあ、筆グルメではね、まだまだ他にもいろんなものをね、作ることができますんで、まあ、今回はちょっとカレンダーですね、まあ、これの作り方のね、手順を解説をしてみたいというふうに思います。じゃあそれではですね、まずこの用紙のサイズをまあ選びますので、このですね、この裏レイアウトというタブが選ばれている状態で、このレイアウトというところをクリックをしてもらって、でこの中の白紙というところを選びます。はい、でこの中からですね、まあ、はがきのサイズであればはがきでもいいんですけども、今回は普通紙を選んで、まあ A4 縦とかで作ってみましょうかね。まあ、この辺はなんか自分の作りたいサイズに合わせてですね、この用紙のサイズを選んでもらえれば OK です。はい、で用紙のサイズを選んだら次にこの背景というところをクリックします。はい、でこの左の中からですね、ちょっと下の方に下がってもらって、このね、カレンダーの背景を入れていきますんで、まあ、この辺は好きなものを使ってもらえればいいとは思うんですけれども、まあ、この辺の飾り枠っていうのを今回ちょっと使ってみましょうかね。で、このいろんなね、枠があるんで、まあ、これもこういろいろ見てもらってですね、好きなのを選んでもらえればいいと思います。まあ、どれでもいいんですけども、今回この辺のやつでいってみましょうかね。まあ、この背景のやつを選ぶと、この右側にもこの背景が入りますんでね。で、これを選んだらですね、まあ、次に、ちょっと写真ですね、せっかく自分で作る、そのカレンダーになるんで、まあ、自分でこうデジタルカメラで撮った写真なんかをね、入れると、まあ、よりね、こう自分が作ったという感じが出ると思いますんで、次にこのデジカメというところをクリックをしてもらって、写真を取り込みます。で、この写真の取り込みに関しては、この年賀状の作成方法のところでも解説しているんで、まあ、さーっとね、やっていきますけども、このマイピクチャーのところを選んでもらって、この自分の使いたい写真を、ドラッグでこの用紙の方に持っていくと写真が入ります。で、ちょっとまあこれだと面白くないので、今回ちょっとこの写真にですね、その、飾り、のねフレームの枠を入れてみたいと思いますので、この写真を選んだ状態でこの右側にですね、このフレーム設定という項目が出てくると思いますので、こちらをクリックします。そうすると、このね、写真にこういろいろなですね、こういう枠を入れることができるんで、まあ、これもいろんな種類があるんでね、まあ、好きなのを選んでもらえればいいと思います。まあ、これもどれでもいいんですけども。まあ、ちょっと、この辺のやつにしてみましょうかね。で、この枠を選んだら OK ボタンを押します。はい、そうすると、この写真の方にですね、この枠がついくっていう感じですね。で、あとは、この大きさとかね、位置はこう自分で調整してもらえれば OK ですね。はい。で、次に、今度イラストを入れてきますんで、イラストというところをクリックします。はい、で、ここもですね、ちょっと下の方に下がってもらうと、このカレンダー用のね、イラストがありますんで、このカレンダーというところをクリックをしてください。はい、で、そうすると、このカレンダー用素材というところですね、こちらをクリックします。はい、そうすると、この1、2、3、4ってね、まあ、1月からこう12月までのこのいろんなイラストが出てきますんで、まあ、これもいろんな種類がありますんでね、好きなのを選んでもらえればいいと思います。まあ、今回はちょっとこの辺のやつにしてみましょうかね。11月。今この動画撮ってるのが11月なんで、11月でやります。そしたらこれもですね、ドラッグで。右のこの方に持ってってもらって、離してもらえると、ここにね、イラストが入ります。で、あとこれも、まあ、大きさとね、位置を調整して、まあ、この辺にしておきましょうかね。はい。で、これが終了したらですね、今度はここに実際にカレンダーのね、この日付を入れてきますんで、この日付はですね、この上のこのカレンダーというところ、こちらですね、ここをクリックします。はい、そうするとですね、今このね、パソコン の時計の中に入っているこのね、月ですね、今の月が出てくると思いますので、今これ動画撮っているのが2016年の11月なんで、まあ、11月が出ます。で、まあ、例えば12月のを作りたいということであれば、ここで選択して12月に切り替えてもらえれば OK です。まあ、今回11月のままでいきましょうかね。はい、であと、この辺ね、フォントとかっていうのもここで選ぶことができますし、この平日の色、土曜日の色、休日の色とかっていうのもいろいろ選ぶことができますんで、まあ、この辺もですね、いろいろ試してもらって、こう自分の好きな形にしてもらえればいいと思います。まあ、これもどれでもいいんですけど、この辺にしてみましょうかね。で、これが決まったら作成をクリックします。はい、そうすると、このね、カレンダー保存っていうね、ウィンドウが出てきますんで、これはそのまま OK を押してください。そうしたらね、ここに日付のやつが、この今ね、見てもらった分かるように、ここに保存されますんで、これもイラストなんかと一緒でドラッグでこう右に持ってってもらえれば OK です。で、あとは、この位置とね、サイズをこう決めてもらえれば、
まあ、これでカレンダーが、出来上がるといったような感じですね。はい、であとこれはですね、また、繰り返し使いたいということであればこの保存のところを押しておいてもらえれば、この筆グルメの方にねこのレイアウトをこのまま保存されますんでね、はい、まあ、こういった形でですね、筆グルメでこうカレンダーね自分の好きな写真とかイラストを入れてですねカレンダー作ることができますんでね、まあ、ぜひ、このカレンダー作成の機能もうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。